皆さんは海上自衛隊が誇る US2 救難飛行艇をご存知だろうか。アメリカ海軍ですらその性能に興味を示しており、実際視察を行っているほどなのだ。そんな US2 救難飛行艇が海上自衛隊に8機目の納入を果たした。今回はそんな US2 救難飛行艇について詳しく解説していこうと思う。2022年5月24日、新明和工業より通算で8機目にあたる US2 救難飛行艇が海上自衛隊へと引き渡され、岩国基地に配備されることとなった。今後は日本において海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されている。US2 救難飛行艇の諸元について掘り下げていくと、乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m の大きさを誇るものだ。これは世界でも最大規模の飛行艇と称されており、最大時速およそ 580km、 巡航時でおよそ 470km、 航続距離も 4700km に達する。この US2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だ。離水距離が 280m で、着水距離が 330m、 着水可能な波の高さも 3m と、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有している。世界9カ国にて採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、離水距離が 808m で、着水距離が 665m、 着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差は顕著に現れている。このような高性能な US2 救難飛行艇だが、残念ながら海外での採用例はない。というのも、US2 救難飛行艇は生産数が少なく、1機あたりのコストが120億円を超えているのだ。故に、世界の国々も容易に購入を決断することはできないでいる。その中でも、特に購入が有力視されていたインドだが、やはり、ロシア製の B200 飛行艇の方が、1機あたり75億円で安価と言える。性能は大幅に劣るものの、コスト面で、B200 飛行艇に、軍配が上がってしまうのだ。加えて、インドは、もともと、ロシアとつながりがあることからも、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると考えられる。だからこそ、いかに日本の US2 救難飛行艇が高性能といえど、ロシアの方が優位性が高いというわけだ。しかしながら、現状ロシアの生産性の低下は著しく現れている。それは言うまでもなく、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっており、 B200 飛行艇も例に漏れず、そのような問題の発生は否めない。とはいえ、インドは西側諸国のようにロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択していることから、二国間の関係は悪化してはいないと思われ、今後も価格面などで合意が取られれば、変わらず取引が行われるだろう。話を US2 救難飛行艇に戻すと、その外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US1 飛行艇を踏襲している。この US1 飛行艇も、同様に明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで運用された。だが、この US-1 飛行艇も、オリジナルの開発とは言い難い。
US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対潜哨戒用に、新明和工業が製造した飛行艇がベースになっているのだ。その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソーナーを使用する形式であった。しかし、その方式はすぐに陳腐化してしまい、当時、世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の手法が標準となっていったのだ。アメリカ海軍の手法というのが、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法であり、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしている。だからこそ海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で取りやめ、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製のの P-3C 対潜哨戒機を導入することとなった。ちなみに同機は、川崎重工業社がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達されており、その後、海上自衛隊では、川崎重工業社製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用している。しかしながら、2020年度末においても、P-3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを、海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているとのこと。また、P-3C 対潜哨戒機に代替されることとなった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は70機前後を調達すると考えられており、2020年度末時点で29機が運用されていた。この調達数は、四方を広い海に囲まれている日本ならではと言えるだろう。これにより、日本政府は P-1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用している。武器輸出の規制緩和を受けた日本としては、どうにか販路の開拓を行いたい様子だが、やはり海外輸出の壁は高いようだ。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発された US-2 救難飛行艇。この製造元である新明和工業は、太平洋戦争までこれらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきた。新明和工業は、前身である川西航空機において培われた技術やノウハウを継承しており、実際、川西航空機は、西機大艇の通称でよく知られている、西機大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入している。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された西機大型飛行艇は、川西航空機の菊原静臣氏を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に目をつけ、正式に採用するに至った。この菊原静臣氏が開発したのは、西機大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い市電及び市電海を開発し、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師だ。西機大型飛行艇は、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れから開発されるに至ったもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造をこの間の軍縮条約等で規制されたことが発端となっている。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというもの。そのことから、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から
叩く戦術の実現を考えた。つまり、もともとは、型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めたのだ。だからこそ、飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発を掲げ、川西航空機は、この期待に応える形で、97式飛行艇を送り出し、1936年に、大日本帝国海軍に正式採用されている。国内で初めて量産された、97式飛行艇は、4発の機関部を備えた、大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が、1938年から着手。その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に採用が決まったのが、2式大型飛行艇というわけだ。2式大型飛行艇の初舷は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となっており、最大で時速およそ 470km の速さを誇り、航続距離は約 8200km にも達している。また、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったとのことだ。防衛装備庁がついにストブル・ヨーバージ計画を始動したとの情報をキャッチしました。今回は、このストブル・ヨーバージ計画、橋家を詳しく見ていきます。新戦術と新たな基地化が望める、この橋家計画。出雲・潟子鋭艦の改修に関する技術が必要です。このプロジェクトは、海自の出雲・加賀を空母化改修し、F-35B を運用する計画の一環で、島嶼防衛における補助として検討されています。その運用方法や効果については、まだ不明な点が多いですよね。2023年5月、防衛装備庁は、ストブル・ヨーバージ・橋家の整備に関する調査研究についての募集要項を公示しました。その後10月に、この業務について、造船会社のジャパンマリンユナイテッドと契約を交わしたと公表しました。この業務は、航空自衛隊が導入を予定しているストブル短距離離陸垂直着陸機である F-35B 戦闘機が使用するためのバージ、橋家を研究するものです。防衛装備庁は、この業務に関しては、海自の出雲・潟子鋭艦の特別改修に関する知識、技術が必要不可欠という前提条件を示していました。ところが、この条件に合う、必要な知識や技術を持つ企業は、ジャパンマリンユナイテッド1社だけでした。そして、応募者も同社だけだったので、当然の重行として選定したということです。だったら、わざわざ募集する必要があったんでしょうか？と思ってしまいますよね。この会社しかないのは分かっていたはずですよね。なのに、あえて募集するというのは、ちょっと邪推してしまいます。防衛省は、現在、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦出雲、加賀の2隻を、F-35B 戦闘機を運用するために空母化改修工事を進めています。この F-35B は、
滑走路が短い離島の空港やヘリポートなどでも使用可能です。現時点では、バージとストブルキをどういう形で組み合わせて運用するのかは不明です。F3 ボビーは画期的な新戦闘機ですから、最大限有効活用するため進めている調査研究は、今後どのように進捗していくか、その動向が注目されているのです。ここで、F3 ボビーについて詳しく知っている人たちの意見を見てみましょう。出雲、やかがが、運用と言えるほどのスペックを持っているかどうかは不明。せいぜい、給油とミサイルの搭載、軽整備ができるくらいのレベルじゃないのか。空母っていうより、離れ着艦可能艦っていう名前の方が実態に合ってると思うよ。大体国外で使用することは想定してないから、それで十分でしょ。となると、はしけたすアルファで運用するのも悪くないよね。当初防衛の補助が主要任務になるんだろうし、前もって、はしけを重要箇所に置いておくのは合理的かも。海事は出雲、片やヒューが、片を統合運用に差し出すつもりはないだろう。自分たちの主力である、護衛隊軍は、しっかり手元にキープしつつ、統合運用向けには、掃海隊軍を療養船部隊に指定して、これで人気は切ったという認識なんだろうね。F35B 戦闘機やヘリは自前で運用してくれと通告したらしいぞ。海事側は、機動運用艦隊になる護衛隊軍を、狭い海域の当初防衛に貼り付けるのは、愚策と思ってる嫌いが感じられた。要するに乗り気じゃなかったんだよ。F35B に期待している役割もそれぞれ違う。空自は本土防空だし、海自は艦隊防空だから、見事に同床異夢ってこと。将来的に、海自は自前の戦闘機所有に動くだろうよ。見てる景色が違うんだから、運用法でまとまるはずないよね。当初防衛の時に、臨時の発着拠点や中継ポイントとして使うのかも。F35B の弱点は航続距離だから、その短さを補うためとしても、出雲、やかがを敵の矢面に立たせるわけにはいかないから、はしけたす機動舟艇のセットに、燃料や整備品を乗せて、連携での運用を考えてるのかもよ。本州から 1800km も離れている南鳥島、沖縄本島から、さらに 400km 離れている南大東島のような離れ島に、F35B が使用できるように基地を作ることは費用対効果を考えると現実的じゃない。材料の運搬費用に人件費をかける余裕は今の日本にはない。だけど、ご覧のように中国が軍備を背景にずんずん海洋進出しているから手をこまぬいて何もしないわけにはいかないので仕方なく折衷案に落ち着いたようなところでしょうね。出雲、香川、この2隻しかないから、ずっと中国艦隊に張り付いていたら、他の任務に対応できなくて、支障が出てくることもあり得るよね。そういったことになった場合の緊急避難みたいな使い方をするんじゃないかな。F35B 戦闘機なら、小さいフロートでも行けるよね。先島諸島や東シナ海に複数浮かべておいたら、意外と大きな戦力になるんじゃないかな。問題は、那覇、嘉手納基地のように、ミサイルの集中攻撃を受けるって想定されることだ。護衛用のフロートも作らなきゃならないんじゃないか。レーダーだけじゃなく、中 SAM 改め、ブースターもつけて、長射程版飛ぶ機を盛り盛りで守るのかな。いっそ、イージスアショアもフロートに乗っけたらいいんじゃないか。前首相の地元のように、地盤の心配をする必要もなくなるし、F35B を、DDH ヘリコプター搭載護衛艦に配備するのは基本的には艦隊防空のため。わかりやすく言えば太平洋戦争時の冷戦の役目を期待しているってこと。確かに海事が求めてるのはそういう役割だろうけど、航空自衛隊の F35 は海上自衛隊の駒じゃないので従わないだろう。空自の役割は一貫して本土防空。演習しても艦隊防空の確約はないから、適宜柔軟に対応するだけに止まっている状態。これのおかげで、逆説的に、海地がじまいの戦闘機を欲しがる動機になってしまったってこと。艦隊防空と本土防空のどちらを選択するかとなった時に、
どっちを優先するかという極論でしょう。F-35B の運用艦は出雲、加賀の2隻しかない。だから、揚陸作戦に出雲、型を回す余裕は全然ない。海自は、自前で F-35B を運用できる体制を作ってくれということか。出雲、型はもともと機動運用だったから、海自は島嶼防衛という狭い海域での統合運用には差し出したくなかった。これは予想通りだろう。F-35B は、海おのずと空自では、求める役割が全く異なる。つまり、運用が、歪なものになるんじゃないか。第二次世界大戦の時のドイツ空軍と海軍の関係が一番当てはまるかな。大型輸送艦が不足しているので、民間 RORO 船が、陸自輸送の主力になるだろう。浮き橋や橋家で、沖合の RORO 船から離島を結ぶことも視野に入れているから、橋家もその一環になる。要するに出雲、型が回されないのなら、ヘリの運用も橋家でしなければならないわけだ。当初奪還用のストブル発着艦バージで、オスプレイを主体として F-35B の緊急使用も想定したものではないのかな。加賀や出雲が艦載機を持つわけがないでしょ。動く橋家で有事の海の止まり木になるのかな。アメリカの空母ですらドローン空中給油機を飛ばすくらい空母キラーがある時代だから、メガフロートみたいなのも良い選択肢では。戦術輸送機ハーキュリーズを飛ばせるくらいの電磁カタパルトを搭載したバージョンもあるのかも。攻撃拠点として使うかもしれないし、 F-35B だけのためというわけじゃないと思う。ちなみに RORO 船とは、貨物を積んだトラックやトレーラーがそのまま乗り込んで輸送できる船舶のことです。海自の艦艇と民間船を併用するという考えのようですが、民間人を戦闘に巻き込んだ場合の保障はどうするのでしょうね。艦艇の数が足りないなら、民間船を使えばいいじゃないとフランスの某王妃みたいな考えではないと信じたいですが、橋家の利用についても高評価が多いと感じますが、それこそ相手国が民間の漁船などをフル活用して橋家を破壊するということも想定できますよね。橋家自体は普通の浮き橋のようなもので、防衛能力はないでしょうし。素人の見方ですが、海上にプカプカ浮いてるものを潜水艦などで海中から破壊するということもあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。簡単に破壊されてしまいそうな橋家に、大切な F-35B 戦闘機を一時的であっても任せていいのかなとも不安になるのですが、専門家がしっかりと考えてくれるのでしょうね。の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船暁もすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は、海上保安庁の大型巡視船である、黎明型について、詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である、黎明型巡視船の2番艦、
暁が就役したのは、2021年2月16日のことだ。暁は、そのまま、中国公船が、幾度となく、侵入を繰り返している、尖閣諸島を管轄下に置く、第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に、1番艦で、ネームシップの、黎明とともに、暁が配備されており、今後とも、尖閣諸島を含む、南西諸島の防衛を行う上で、重要な役割を果たすことは、疑いようのない事実である。ここで、黎明型巡視船の諸舷について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に、1機9000馬力を発生する、ディーゼル機関を4機搭載している。また、最高速力は25ノットと、海上自衛隊の艦艇と比較しても、何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような、対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は、装備すること不可能となっている。これは、あくまでも、警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに、70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリ、バルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には、遠隔放水銃や停船命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に、救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらは、テレビでも、よく、目にするような装置たちである。黎明型は、前級である、秋津島や、前々級の、四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく、暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された、秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では、前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦である、マヤ型の諸舷を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量12250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、暁は、その6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は、敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して、設計や構造的に、高額になることは、仕方のないことだ。だが、特に、マヤ型においては、イージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も、他の大型巡視船と、同じように、艦尾に、大型のヘリである、スーパーピューマ225を2機搭載可能としている。こちらも、平時は1機のみを運用し、任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプター、
スーパーピューマ225は、フランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、全高 4.97m、座席数21席、最高速力150ノット、約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また、陸上自衛隊に納入されている機体には、いくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。IR サプレッサーというのは、エンジン排気口からの排熱を抑えて、赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる、赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても、3機が配備されているが、こちらは、救難や救助、救急といった人命に関する、任務や航空消防を、主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と、同じように、非常時の安全対策のため、緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように、様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は、突出した9機という数である。巡視船以外にも、各陸上拠点での運用が行われており、今後とも、活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来、中国海峡局は、日本の海上保安庁と同じように、警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら、2017年以降は、着々と武装警察といっても、過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と、なんだ、遜色ない武力を所持している家用。確かに、米国沿岸警備隊も、米軍の一部であることを考慮すると、脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海峡法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海峡局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海峡局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により
日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から武力行使を行うこともできない。つまり、もし中国海峡局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし、仮に海上自衛隊の艦艇を投入し、中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法において、しっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。